正教会、正教会、正教会は、ギリシャ正教もしくは、東方正教会、東方正教会、とも呼ばれる、キリスト教の教会、教派の一つ。日本語の、正教、英語名の、オーソドックスは、正しい賛美、正しい教えを意味するギリシャ語のオルソドクシアに、由来する。正教会は、首都継承を辞任し、自身の歴史を一世紀の初代教会に遡ると、 している。なお、東方教会、東方教会が、正教会を指している場合もある。例外はあるものの、正教会の組織は国名もしくは地域名を関した、組織を各地に形成するのが基本である。コンスタンディヌーポリ総主協調、アレクサンドリア総主協調、アンティオキア総主協調、エルサレム総主教調、ロシア正教会、セルビア正教会、ルーマニア正教会、 ブルガリア正教会、グルジア正教会、ギリシャ正教会、日本正教会などは個別の組織名であって、教会全体の名ではない。いずれの地域別の教会組織も正教として同じ信仰を有している。教会全体の名はあくまで正教会であり、ロシア正教に改修、ルーマニア正教に改修といった表現は誤りである。なお、アルメニア史と教会。 シリア正教会、コプト正教会、エチオピア正教会なども同じく正教会を名乗りその正当性を自覚しているが、上に述べたギリシャ正教とも呼ばれる正教会とは別系統に属する。英語ではこれらの教会派とも呼ばれる。詳細は非カルケドン派正教会を参照。正教会とは東方教会のうち7つの全地公会議を承認し、 普通、古代宗主教長、コンスタンディヌーポリ宗主教長、アレクサンドリア宗主教長、アンティオキア宗主教長、エルサレム宗主教長と、キノニア、コミュニ、オン関係にある諸教会を言う。聖教会は、イースス、ハリストス、イエス・キリストの中世ギリシャ語及び、ロシア語読みの十字架系による死と復活の承認と、 される人たちの信仰と、人たちから始まった教会のあり方を唯一正しく受け継いでいると自認している。聖教会は、神の啓示を信仰の基盤とし、連綿と受け継がれてきた神による啓示に基づく信仰と教えを、正殿と呼び、正殿を伝えていくにあたっては、精神、聖霊の導きがあるとする。また、聖教会においては、 キリスト教は復活の福音に他ならないとされる。聖教会における聖殿の本質は、教会を形成してゆく、人々の生きた体験の記憶である。聖書、聖父地の著書、全地公会議の規定、方針例、祈祷書、遺婚成果なども含む等は、個々別々な現れであり、これらの構成要素を集積しても、聖殿全体とはならない。なお、 正教会において聖書は聖伝の中核であり、シトらが残した最も公的な啓示と捉えられている。正教会においては、信仰は神の存在を認めることにとどまらず、神の慈愛に自らを委ねることであり、行いを伴う信仰が本来の意味における人間の完成を実現し、周囲を明るく照らすものであるとされる。信仰を自分のものとするかしないかは、 その人自身の自覚と努力する意志によるとされる。教会に属するすべてのものは、機密的で神秘的なものとされる。特に生体機密は、機密の機密ないし、教会の機密と呼ばれ、教会生活の中心と理解される。正教会が信じている内容を簡単かつ適切な言葉で表していると位置づけられるのが、日本正教会では単に神経と呼ばれるニケア。 コンスタンチノープル信仰である。聖教は、ハリストスの復活の命そのもの、命は、言葉では伝わらないことから、聖教について、言葉で説明し尽くすことはできないことが強調される。聖法教会では、第二バチカン公会議以降、時の義務が、緩やかになったが、聖教会では、今でも、食物制限を伴う、災が 競技上重要な位置を保ち、信者の生活の習慣となっている。時は主に食物摂取の規定に研究されるが、時の期間は他の遊興なども控え、行いを慎み、祈りを増やし、学びの機会を積極的に設け、ハリストス、教会のための働きを増すことが進められている。断食という言葉で時を限定することは避けられる、傾向がある。 時についてのキリスト教文書の最古の規定は19世紀にコンスタンディヌーポリ総主教庁と書室で発見された一世紀の文書ディバケー12首都の教えである。時の習慣は旧約時代から継承されたものであり、古代からごく最近に至るまで東西を問わず守られていた。時は祭りと表裏一体をなす。大きな祭りには 必ず厳格な時がその前に義務付けられる。聖教徒の生活は時と祭りによってリズムをつけられていると言える。時の規定は食品を以下のように分類する。時は程度に応じてこれらの食品を禁止、または許可するものである。最も厳格な時は肉、魚、寒楽、酒、オリーブ油を禁食するものである。 明治的に禁止されているのは、葡萄種であるが、他の種類も避けるのが通例である。これに対して、オリーブ油以外を避けなければいけないかどうかは、論者により分かれる。最も厳格な時は次の時になされる。これに対して、祭り及び他の定められた時節には、時が解かれる。また、お時中の手術には、酒とオリーブ油、生新序福音祭が、 大時期間にある場合には加えて、魚が許される。なお、一般神徒の間では、時の際にも漁食は許されることが多い。上記の時規定はあくまで標準的な修道院の、ものであり、一般神徒に対してはこれらに比べて比較的、緩やかな時が進められるのが常であ。しかしどの程度の時、食物規定が神徒に進められるかは、地域、教区によって差があり。 一概には言えない。最もっとも、期間の長い時は、大時である。土日を除く八週間、合計四十日が、最も厳しい時に当てられる。詳細は、大時の項を参照。これに対して、短い時は、水、金曜日及び定められた祭りの前の一日の時で、ある。両生前の禁食を時とみなすならば、半日に満たない時期間もあると言える。 これらの中間になどの比較的長期にわたる時がある。成立期において、地中海の沿岸東半分の地域を主な基盤とし、東ローマ帝国の国境として発展したことから、東方正教会の名もあるが、今日では、ギリシャ、東欧において優勢であるのみならず、世界の大陸すべてに神徒が分布する。また、中東にも、初代教会から継承される、 少なくない正教徒のコミュニティが存在する。他教会、教派との関係については、正教会と他の諸教会が分裂したのではなく、正教会から他の諸教会が離れていったと、正教会は捉えている、正法教会には逆の味方ないし別の感がある。20世紀に正教会が盛んな地域である東欧に成立した共産主義政権の弾圧を受けて、 大きな人的、物的、精神的被害を受けたが、共産主義政権の崩壊後に、各地の正教会は復興しつつある。日本には使徒の称号で後に劣勢された、ニコライにより、ロシア正教会から伝道され、日本正教会が成立している。日本正教会では、イエス・キリストを中世ギリシャ語、ロシア語由来の読み方で、イスス・ハリストスと転写したり、アギオプ・ネブマ、 精霊を精神と訳したりするなど、用語上、日本の歓迎的な表記と異なる点がある。以下、この記事では、日本ハリストス正教会で使われている用語を、断りなく用いる場合がある。こうした用語については、日本正教会の聖書、祈祷書等に見られる、独自の翻訳、用語体系を参照。正教会は、上記四つの古代創始教長。 コンスタンディヌーポリ総主教長、アレクサンドリア総主教長、アンティオキア総主教長、エルサレム総主教長のほか、独立性教会、自治性教会の数々で構成されている。基本的に、総主教たちは平等である。各独立性教会、自治性教会の主座主教、総主教、不主教、大主教のいずれかがその任にあたるは、同格者中の第一人者として、 他の主教たちに比べて若干の特権を持っている。しかし、主座主教といえども、他の主教たち、主教会議の同意がなければ、独断では行動できない、聖使徒規則三十四条。各独立教会、各自治教会には統括する、主座主教がいるが、それぞれの教会組織、主座主教に、歴史的な尊敬の度合いの違いはあっても、権威の優劣は存在しない。 カトリック教会におけるローマ教皇をトップとするような組織構成を取らず、各地域の独立教会、自治教会が、聖教信仰と、首都時代以来の教会の姿を分かち合って緩やかに結びつき、正教会としての一致を保っている。各教会が区別されながら一つに一致しているのは、区別と一致であるイタリ生産者、三位一体の神の姿が、 教会に映し出されているものと理解される。こうした教会の現状は、歴史上、教会共同体が拡大するにつれ、母体となる、母教会から子教会が生まれ出るというプロセスを経て、形成された。母教会、子教会、姉妹教会という表現が使われる。独立性協会や自治性協会の中には、性教会に複数ある、創始協長からの承認が一部の身に、 とどまっているものがある。例えば、エストニア首都正教会は、コンスタンディヌーポリ総主教庁からは、自治教会として承認されているが、モスクワ総主教庁からは、自治正教会としては、承認を得られていない。逆に、日本正教会は、モスクワ総主教庁からは、自治正教会として承認されているが、コンスタンディヌーポリ総主教庁からは、自治正教会としては、 承認を得られていない。ただしこれらの場合、論点になるのは、当該教会の地位についてであって、お互いに、正教会としては承認し合い、交流も行われている。例、日本正教会の他正教会との交流。また二十世紀末から、アンティオキア総主教長及び、ロシア正教会に、自主管理教会という教会組織の種別が、設けられている。これらの他に、 マケドニア正教会、ウクライナ正教会、キエフ総主教庁、モンテネグロ正教会など、上記の正教会の組織からは承認されていない、教会組織がある。これらの教会との交流を、どのようにするかについては、それぞれの正教会組織において個別に判断、されており、全世界の正教会に共通する統一見解はない。コンスタンディヌーポリ総主教は、 全地総主教とのタイトルを保持し、対等な者たち、主教たちにおける、第一人者、ファーストアマング・イーキルズと呼ばれ、敬意を表されるが、総主教たちは、基本的にすべて平等である。正教を国教とする国家としては、ギリシャ、ギリシャ正教会、フィンランド、フィンランド正教会、キプロス、キプロス正教会が挙げられる。ロシアにおいては、ロシア正教会が、 最大多数を占めるが、国教とは定められていない。東方正教会という別称は、正法教会、ローマカトリック、正公会、プロテスタント他に対峙される語である。両者は11世紀頃に分立した。東方教会という名称は多く聖法で使われる語であり、正教会自身は単に正教ないし、正教会の語を好んで用いる。これは、正教が 正しい教えであるため、それ以上の限定を必要としないという発想に基づいているほか、現在は、正教会の伝道範囲が、東方に限定されていないという現状も反映されている。また事象としては、正教徒が多く使われる。英語ではギリシャで発祥した教会という意味でともいい、これに合わせて、日本では、正教会を指して、ギリシャ正教と呼ぶことも多い。 これはギリシア語圏に、聖教会の中心があったことから御用とは言い難く、日本ハリストス聖教会関係者の中にも、ギリシャ聖教の語を用いる者がいる。なお、ギリシャ聖教会と呼ぶこともあるが、これは近代に設置された、ギリシャ共和国を主として管轄する、ギリシャ聖教会、ギリシャ共和国の聖教会を指す名称でもある。 ロシア正教が教派名として使われることがままあるがこれは誤りである。ロシア正教は教派名ではなく組織名であり、その教義は他の正教会組織であるグルジア正教会、ブルガリア正教会、セルビア正教会、ギリシャ正教会、ルーマニア正教会、日本正教会などと完全に同様である。また、グルジア正教会は五世域。 ブルガリア正教会は十世紀、セルビア正教会は十三世紀に独立正教会として承認されているが、ただしいずれも、広大、一時的に地位喪失の期間があった。ロシア正教会は、独立正教会としての地位を母教会から承認されたのは六世紀に入ってからで、あり、相対的には、新しい組織であるという点に鑑みても、ロシア正教は、教派の別名として、 用いるのは適切でない。正教会と頻繁に比較される別教派としてローマカトリック教会があるがオーソドックス正しい賛美とカトリック普遍は元来対立概念ではなく違う文脈から教会の性質を述べるものである口述。正教会もまた信用にある通りに一つの性にして公なるカトリケーシとの教会であることを認じており 教会の普遍性、カトリコスを深く自覚しているが、自教会の名称としては、オーソドクスを名乗っている。聖教会における、教会論、教会とは何かにおいては、教会は、ハリストス、キリストの体であり、イタリ生産者、三位一体の神の像であると理解され、教会の首、頭は、ハリストスであると去る。性教会は、信仰において、 聖にして公なる使との教会とされる。教会は、聖なるハリストスの体であり、イタリ生産者、三位一体の神の像であり、聖なる神との交わりの中にあるため、聖であると理解される。公なるカトリックについては、地理的な広がりといった外的なものとしてのみ、理解されるべきではなく、地理的に拡大する以前から、教会は、公なるものであったと理解される。 質的な面からも理解されなければならない。公なる教会は、正教において十分であり、完全であり、すべてを包括し、欠落がないことを意味する。使徒の、については、正教会が自教会を、使徒たちの信仰と、使徒たちから始まった教会のあり方を、唯一正しく受け継いできた教会であるとすることを意味する。また、ハリストス、キリストの体、 生態決を中心にした方針霊共同体としても自教会を捉え、ビザンティン時代に現在の形がほぼ確立した方針霊、礼拝にはハリストスと使徒たちによって行われた礼拝の形と霊性が保たれているとする。パンと武道酒をハリストス、キリストの体と地として食べる感謝の祭儀、生態霊儀は聖教会において、 キリスト教の伝統の神髄とされる。教会共同体の中心には、この感謝の祭儀、生体礼儀があるとし、この生体血を食べることを通じて、信者がハリストス、神と一つとなり、互いが一つとなり、ハリストスが集めた新たなる神の民の集い、教会が確かめられるとする。聖教会における聖職者は、新品という、 教会という共同体が拡大するにつれて、使徒たちが自身に代わるものとして、共同体の中心に置いたものは主教であり、現代の正教会に見られる主教は、これの継承者であり、主教たちのまとめ役として、総主教、不主教、大主教がいる。主教の補佐役として、司祭、タスク祭がいる。司祭は、主教区に属する管轄区において、方針例を、司 説教、相談等の職務にあたる。タスクサイは、生体礼儀や、教会の他の職務に際し、また他の教会における働きに際し、主教、司祭の補佐を行う。タスクサイ、司祭、主教の順に、助成されていくが、司祭とタスクサイは、タスクサイの部生前であれば再退できる。主教は、修道士から選ばれるため独身であ。聖教会において、聖殿、とは、神の民。 すなわち、聖教会、聖教徒の生活そのものである。聖ユスチン・ポポビッチは、聖伝について、ハリストス、キリストにあっての生活イコールイタリ生産者三位一体の、神にあっての生活。ハリストスにあっての成長イコールイタリ生産者に、あっての成長とまとめている。聖伝は継続し、教会が、精神、精神、精霊の導きを受けて、生き続けるゆえに、 成長し、発展する。セルゲイ・ブルガーコフによれば、聖伝は、今も以前より小さくなることなく、久しに続き、私たちは聖伝の中に行き、聖伝を実行する。聖伝の内容には、具体的には、聖書、聖書と、修聖人、致命者、聖使等たちによるの著述や教え及び、行動、方針で初代教会の伝承。 全地公会議の確認事項などが挙げられるが、聖伝は、すべてがこれらの具体的な所持物に還元できるものではない。聖伝は単なる伝達事項や情報を超えている。聖伝は神について、私たちに教え神の知識を教えるが、実際に聖伝の生活に入るとは、どのようなことなのかを理解するのには、神との交わり、キノニアの直接的体験が必要であるとされる。聖、大和紙。 D. バシレオスによる蒸気の記述は、教会の聖伝について、真の実存的な面を示している。聖教会において聖伝は、固定された教義でもなければ、確一的な方針霊の実践でもない。確かに聖伝には、教理や方針霊の定式が含まれるが、それらを超えて、教会の日常生活を通して体験される、イースス、ハリストス、イエス・キリストの恩調と、神父、 神父、父なる神の仁愛、精神、精神、精霊の更新、交わりキノニア、コリンフ後書き13時13分を通しての神の、神の変容があるとされる。教会にあるすべてのものが聖殿とされるわけではない。神の国とは、本質的には、関係がなく、一部の地域でのみ、習慣的に行われているものもある。教会の中にあるものが聖伝かそうでないかは、 首都時代に遡るものか、聖書に基礎づけられているか、すべての教会に受け入れられ、聖師婦によって教えられているかなどによって判断され。なお、すべての聖師父による著述が、同等の権威を有するわけではなく、特に重要と判断されるものとそうでないものとがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。